の日となる5月23日に羽生結弦さんの氷上との美しすぎるキスシーンを投稿した IOC 国際オリンピック委員会公式 SNS アカウントが、印象に残っているオリンピアンの名言は？との質問を投げかけると、たちまち羽生さんの名言で埋め尽くされています。23日のキスの日に合わせて、これまでのメダリストのキスをする画像を投稿したオリンピック公式 SNS アカウント、ここに北京冬季オリンピックのエキシビションで羽生さんが舞った春よ来いのリンクとのキスシーンが添付されると、たちまち大きな話題に。すると同日、皆さんの印象に残っているオリンピアンの名言を教えてくださいとの質問も投稿。特に指名などはないため、マラソンの有森裕子さんの自分で自分を褒めたいと思いますや、水泳の北島康介さんの超気持ちいいなどが次々と投稿される中、圧倒的投稿数を誇り、埋め尽くそうとしていたのが羽生さんの名言の数々。それも一つや二つではなく、これまで羽生さんが語った言葉全てが名言なのではないかと思ってしまうほどの量となっており、スケートのみならず発する一言にも思いを込めている羽生さん。特に多かった3つをご紹介します。まずは涙をこらえながら正々堂々と胸を張って戦った北京大会後の会見で語った、報われない努力だったかもしれないけれど、でも一生懸命頑張りましたという言葉。この言葉に世界中のファンの方々が共感し涙したことでしょう。2つ目は平昌大会のショートプログラム後に語った、僕はオリンピックを知っているという言葉。このシーズン怪我を負いながらも当時歴代最高得点を叩き出しての圧巻の2連覇に、ファンならずとも羽生さんが真のアスリートであることを実感したことでしょう。そして圧倒的投票数となっていたのが、同じく平昌大会で金メダル獲得を期待された羽生さんが語った、誰が取ろうが僕も取りますという言葉。プレッシャーや怪我などさまざまな不安要素を一気に払拭してくれるこの言葉に、多くの方々が勇気づけられました。この他にも、逆境は嫌いじゃない、弱いというのは強くなる可能性があるなどの名言が続々と寄せられていましたが、中にはブライアン・オーサー氏が語った、羽生を見くびってはいけないという言葉もあり、まさに羽生さん一色となっているようでした。この投稿をご覧になったファンの方々からは、本当に羽生さんは名言の宝庫、羽生さんの言葉にいつも感動させられています、たくさん好きな言葉があって困るなどのコメントが続々寄せられており、その愛される言葉たちは今後も増え続けると見られています。名言集も数多く出版される羽生さんですが、現在は数日後に開幕が迫っているファンタジーオンアイス2023に向け、会場となる幕張でリハーサルに登場すると見られており、その登場が待ち望まれています。詳細をご覧になりたい方は説明欄の URL からどうぞ。羽生さんの口から出た言葉たちはピュアで重くてずっと心に残ってる。羽生さんの言葉にいつも感動させられています、たくさん好きな言葉があって困る、羽生さんの言葉は全て重みがあって名言になってしまうのがすごい、誰が取ろうが僕も取りますと言って大会2連覇した羽生さんの有言実行のかっこよさよ。この言葉に揺るぎない決意と誇り、
そして他選手へのリスペクトもしっかり込められていて、アスリートの真髄を感じました。怪我を抱えての大会2連覇をかけ、誰が取ろうがと言える羽生さんが素敵。まさにアスリート魂を感じさせてくれる、誰が取ろうが僕も取りますという言葉に、どれだけ自分も勇気づけられたか。羽生さんの名言はその他にもいっぱいありすぎてて、普通に暮らしている私たちに対しての素直な言葉も名言だと思います。ピョンチャンの僕はオリンピックを知っているという言葉を聞いた時、しびれました。僕は五輪を知っているというのは、この方しか言えない言葉、一番印象に残っています。僕は五輪を知っているというのを聞いた当時は、なんかすごいこと言う選手だなぁと思ってましたが、今となっては納得しかない。北京五輪での一生懸命頑張りましたは、素直で努力し続けてきたことを表してる。報われなかった今は、報われなかった今で幸せだと語れる羽生さんの姿勢、惚れる。報われない努力だったかもしれない、でも一生懸命頑張りましたと涙をこらえ、正々堂々と胸を張って答える姿は最高のオリンピアンでした。有言実行の努力の方だというのを改めて感じさせてくれる羽生さん。五輪において連覇している羽生さんのその偉大さを素直に称えたい。そしてその言葉たちも、羽生さんは名言の宝庫、私たち一般人にも通じる内容を難しくない分かりやすい言葉で伝え、とても印象的な話をたくさんしてくれる。